テレビ宮崎、株式会社テレビ宮崎、テレビ宮崎、宮崎テラカスティング CO、LTD は、宮崎県を放送対象地域として、テレビジョン放送をする、特定地上機関放送事業者である。略称は、NCUHF 宮崎、KK の略。呼び出し符号は、ジョジ DTV、FNN をメインに、NNN と案に加盟し、 現在、日本国内で唯一三つのニュースネットワークに属したクロスネット局である。イメージキャラクターも兼ねるシンボルマークの愛称はミルルン。地上デジタル放送 PR キャラクターの名前はデジミル。マスコットキャラクターはイルカのユッピー。現在のキャッチフレーズは夢、未来、感動。1970年4月1日、宮崎放送。 MRT に次ぐ宮崎県で2番目の民放テレビ局として開局し、2006年12月に地上デジタル放送とワンセグの本放送を開始した。本社、演奏所、スタジオの所在地は宮崎市議園2丁目78番地。送信所をワはツカ3丁に置く。宮崎県内では最後に開局したテレビ局である。開局時にネット比率が6。 2、2、左から、フジテレビ、日本テレビ、テレビ朝日と定められている。2008年時点の編成では5、3、1、1、左から、フジテレビ、日本テレビ、テレビ朝日、その他となり、フジテレビ系列を中心とした三系列のクロスネットである。プライムタイムにフジテレビ系以外の番組も放送する。関連放送局には、FM 宮崎があり、 んっの演奏所、スタジオに隣接する、んっスポーツスタジオに FM、宮崎の演奏所がある。また、宮崎日日新聞とも関係が深く、開局から5年間は、宮崎日日新聞取材のニュース番組が放送されていた。これがンっが開局当初、どのニュースネットワークにも正式加盟できなかった理由、とった。一方、んっは、朝日新聞との関係は薄い。 ただし、テレビ朝日と資本関係があり、アナログ放送を実施していた頃は、九州の機関局である九州朝日放送をキー局に文字多重放送を実施していた。直接受信が可能な地域は、宮崎県のほとんどと鹿児島県の大隅半島の東半分、種ヶ島の一部。アナログ放送のサービス放送時には、鹿児島県海門町、現、 イブスキ氏や高知県大月町からの受信報告があった。電波そのものは、広島県の放送局、同一周波数の広島ホームテレビ、本社所在地、広島市に影響を及ぼすほど広範囲に届いている。当局が、フジテレビ系列中心のクロスネットであることなどから、県内のケーブルテレビでは、他県のフジテレビ系列局の再送信を行っていない。 鹿児島県総市宝部町の一部をサービスエリアとする BTV 都の上局は除く。しかし実際には上記のようにフジテレビ系列番組の放送比率は高いとは言えず2008年にケーブルテレビの区域外再放送当時は区域外再送信と故障に関する意見が総務により募集された際宮崎ケーブルテレビはクロスネットで放送される系列全てを 区域外再送信の対象とするべき、富士テレビ系列局も含めるべきということを意味すると、回答したものの実には至っていない。なお、地デジ南市対策衛星放送の対象となる地域の場合、んくは、富士テレビ系列とみなされるため、富士テレビを受信することができる代わりに、日本テレビテレビ朝日は受信できなかった、2015年3月31日、閉局。なお、 鹿児島県以外の林県、大分県、熊本県、高知県の放送局が視聴できる地域は非常に限られるケーブルメディアはワイのみ熊本派の再送信を実施しているが、テレビ熊本については未実施ため、富士テレビ系列の非放送番組をそこで保管することはあまりできない。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの、出典。親局は ワニズカ送信書、中継局は、すべて、中継局と称する。アナログ放送では E の中継局、エビノシの保管派のみ、VHF 帯で送信されていた。リモコンキー ID、3、コールサイン、ジョジ TV、上述の通り、N ックは、フジテレビ系列を中心に日本テレビ系列や、テレビ朝日系列の番組を織り混ぜた編成を、実施している。 プライムタイムの編成は、現在以下の通り。このうち、月曜日の21.22時代、火曜日の19時代と22時代は、時差ネットとなる。また、これらの時間帯に加え、日曜日の23時代後半は、ローカルセールス枠のため、日本テレビ系列の別番組に差し替えている。口述の通り、FNS の日や、サッカーワールドカップ日本戦中継。 オリンピック中継などのスポーツ中継においては、系列を問わず優先放送されることがある。富士テレビ系の番組配給ネットワークである FNS には加盟し、FNS 業務協定にも正式参加している一方、日本テレビ系の同様の組織 NNS には加盟していない。また、テレビ朝日系については、アンニュース協定とネットワーク業務協定には参加しているが、 日本テレビ系に比べても消極的であり、昼のアンニュースなど一部番組の同時ネットをしているのの包括的番組供給、テレビ朝日ネットワークの対象からは外れ、スポーツニュース制作協定にも参加していない。このため編成から外れた日本テレビ系とテレビ朝日系の番組の一部、特にものは MRT でも放映されている。クロスネット局ではあるものの、 ニュース取材は、富士テレビ系のニュースを主力に言っており、日本テレビ系の宮崎県のニュース取材、特に、ニュースエブリー、要はキー局である、日本テレビ下九州の機関局である福岡放送、隣県の熊本県民テレビ、鹿児島読売テレビが行う場合がある。テレビ朝日系についても同様で、大分朝日放送が担当していたこと、2008年9月20日の、 列島異変2008がある。反対に、FNN プライムニュースデイズ、ニュースエブリー、報道ステーションなどんくで放映されていない、報道番組でんくの取材映像が使用される、事例も、台風報道を中心に見られ、中には、んくのアナウンサーが中継する場合もあり、一人で三局の中継に個別で登場することも、珍しくない。かつて FNS 番組、 対抗 NG 名チン場面大賞などのネットワーク部門では秋田テレビと並んでほぼ常連のテレビ局であった。特に過去の看板番組だったサンサンイサ,サタデーやジャガジャガ天国内で生するアナウンサーの NG が多かった。さらにクロスネット局であるため同じ NGVTR を日本テレビ、テレビ朝日系列の NG 系の番組で放送し、 様々な賞を総なめにしたつぼねでもある。長時間編成番組である FNS の日、FNS27 時間テレビ、富士テレビ系列と24時間テレビ、愛は地球を救う、日本テレビ系列への対応は以下の通り。宮崎県内のケーブルテレビ局においては、鹿児島県総市も対象エリアに入る BTV ケーブルテレビ、 宮古の上局を除き、N ックの番組供給系列が FNS のみになっていて、富士テレビ系列局として見なされているため、日本テレビ系列局とテレビ朝日系列局が地域外配信されている一方、富士テレビ系列局は地域外配信しておらず、宮崎県内のケーブルテレビの契約者は、富士テレビ系列番組で N ックで放送されていない、番組は見ることができない。逆に、 地で地男市対策衛星放送で宮崎県内はうンクのポジションとして富士テレビのみが該当されていた。現在。ふとじは字幕放送2011年9月頃から字幕放送テロップを数秒間表示。ライバル局の宮崎放送と対照的にほとんどが宮崎県出身。大学時代以外はずっと宮崎で過ごしたという人が多い。 県外出身者については、出身都道府県名を示す。概要にある通り FM、宮崎、宮崎日日新聞との関連が強い。2007年8月15日の15、47.20、2、テレビアニメ、ワンピースの放送中に、危機器の不調により、映像が停止し、数時間に及び、番組に影響を及ぼした。このことにより、九州総合通信局、 KBT 以下略称表記から同年10月3日に行政指導を受けた。ワンピースの放送中に映像が停止し、30分以上そのままの状態となった。この後も事故は継続し、16時台のドラマ、セクシーボイスロボは完全に視聴できない状態となった。放送自体は16時52分に復旧したもの、ローカル CM が放送できない状態は続いた。 フンクスーパーニュースの全国パートである17時台は CM の部分をしばらくお待ちくださいの静止画の王で済ませたものの18時台の全国パートまでの番組中に幾度と CM の一部静止画が挿入されたまたローカルパート内には CM は一切挿入されずステーションブレイク枠は全て公共広告機構現 AC ジャパンの CM に差し替えられた 19時頃にバックアップ体制となり、最終的に22時52分に全面復旧した。この放送事故に関する N クへの問い合わせは、電話だけでも約600件に上った。テレビ宮崎は、N ックスーパーニュースと N ックニュース内で幾度とキャスターによる謝罪を行ったとともに、セクシーボイスロボについては、翌16日の同時刻に放送することなどを告げした。 この時点では、ワンピースの再放送日は未定であったが、同月17日に区の公式サイトなどに、翌週22日の同時刻に、改めて放送することを発表した。同年9月28日付でん区は KBT に、放送事故に関する最終報告書を提出。これによると、事故原因は、制御欄が一バスリモコンの不調により異常をきたしたためとされた。 この対策として一場スリーモコンのソフトウェア回収や、緊急用の迂回路の追加などの対策を施し、同年10月3日に、KBT による臨時検査が行われた。2008年6月14日、同局の自社制作番組、ジャガジャガ天国の中で、高千補調の尻相撲大会に参加していた、柳田鉄志アナウンサーが生中継中に水田に、頭から落ち、頸椎骨折や、 脊髄損傷で重傷を負った。大分県内の病院でリハビリを受けて、現在は復帰している。2017年5月26日の宮崎日日新聞報道によると、代表取締役社長、渡辺道則が、熊本国税局の税務調査で、2012年度から2015年度の出張宿泊代が、社内規定を約1000万円超過し、それが、 個人所得に当たるという指摘により600数十万円の追徴課税を受け、追徴課税分の約600万円を渡辺個人が納付したことが同年5月25日に明らかとなった。追徴課税の納付は役員報酬の引上げで賄われたものであり、渡辺の実質的な負担はなかった。渡辺も26日の記者会見でこれを認めている。なお、うんは、 追徴課税分を補填するため、渡辺の役員報酬を引き上げているが、今後、この役員報酬の引き上げが適正であったかどうか、社内の旅費規定や運用ルールに問題がないか、第三者、弁護士、公認会計士、監査役による精査で不適切と判断された場合、渡辺自ら返還するという、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。